今日はゆで鶏作っていきます。2種類のタレも作っていきます。まずは鶏もも肉、さっと霜降りにしていきます。これで臭みが取れます。さっと霜降りにしたら、水にとって余分な油取りながら、洗ったもの水分をしっかり取っていきます。はい、今日は鶏もも肉2枚使っていきます。食べるのは1枚なので、レシピの方には1枚としてあります。はい、新しい大きい鍋にお水をたっぷり入れて、昆布1枚を入れて、鶏肉を入れて、茹でていきます。はい、火は弱火でつけて、日本酒1/2カップ、火は沸騰するまでは中火強火にしておいてください。お醤油大さじ4。沸騰したら弱火にして、蓋をしないで20分ぐらい煮ていきます。途中アクが出たらアクを取って、透き通ったスープを作っていきます。今日はゆで鶏を食べていきますが、このスープもとても美味しいので、スープだったり乳麺だったり、ぜひ、作ってください。はい、つけだれを作っていきます。茹でてる間に、冷蔵庫の奥に練りごまが残っていたので、大さじ1ぐらい残っていました。お酢と醤油と砂糖小さじ1ずつぐらい入れて、最後にすった白ごまも小さじ1入れて、よく混ぜてごまだれの完成です。もう1種類はきゅうりを吸って、きゅうり1本吸って、みぞれのみぞれ醤油を作っていきます。青じそはみじん切りにしてお皿に入れてあります。はい、きゅうりを絞って、お酢大さじ1、醤油大さじ1強、はい、サラダ油小さじ1強、はい、顆粒のだし1/2ぐらい、はい、これでよく混ぜてタレの完成です。
くは途中返して20分ぐらいしたらそのまま汁ごと冷ましておきます。冷めたもの一口大に切り分けてお皿に盛ってタレを添えて完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コメントも励みになります。よろしくお願いいたします。